はい、ワライト連邦共和国 Vlog です。今日はこれも記事にしたやつなんですけども、ファンタといえばもうね、知らない人はいないだろうっていうぐらい、まあ子供の頃は一度は飲んだでしょうっていう大好きなファンタです。ファンタの、大人向けのファンタ、ファンタプレミアっていうラインがあって、もともと去年でしたかね、グレープ、ファンタグレープの大人向けのラインで、ファンタプレミアグレープっていうのが出てたんですけども、これのリニューアルとですね、それと、なぜ今までなかったのかっていうですね、ファンタオレンジ、もうみんな大好きファンタオレンジの大人向けライン、ファンタプレミアオレンジが新登場ですね。これです。プレミアオレンジ、ファンタプレミアオレンジと、それと、ファンタプレミアグレープ、こっちの方はリニューアルです。こっちは新発売ですね。になっています。で、ファンタって、子供は、みんな大好きだと思うんですけど、あれもご存知の通り、あれ無果汁ですね。果汁はほとんど入っておりません。まあ、1% 未満なので、無果汁って書いてあると思うんですけども、だけどまあね、フレーバーとしては、オレンジの味ちゃんとしますよね。グレープもグレープの味しますよね。外国で飲む、そういう炭酸飲料、着色もすごいですけど、味も結構ひどくてですね、日本のファンタがこんなに出来がいいとは夢にも思わなかった。で、外国に行って初めて分かりましたよね。むちゃくちゃオレンジ色のですね、いかにも体に悪そうな、着色料入ってんなっていうような、こういうファンタオレンジみたいな、オレンジフレーバーの炭酸飲料って、いっぱい外国にありますけども、どれもあんま美味しくないです。なんかもう砂糖水みたいな、砂糖水に炭酸入れてなんとなくオレンジっぽい味がするみたいなのが多くてですね、ファンタって非常に昔からね、優れた味付けだったんだなというふうに思いましたが、やっぱりね、大人になってくるとだんだんとファンタって飲まなくなってきますよね。コカ・コーラは飲むんですよ、大人になっても、まあ、量は減るかもしれませんけども、まあ、ファンタも実はコカ・コーラの、製品なんですけど、コカ・コーラは飲むんですよ。まあそのダイエットコーラになるとか、まあそういうのがあったとしても、コーラは大人になっても飲むのに、ファンタは大人になるとだんだん飲まなくなるのはなぜだろうというふうに思った時に、まあちょっとね、子供の頃に飲みすぎたかどうかわかりませんが、子供向けっていうイメージがちょっとついてしまってる感はありますよね。別に大人が飲んでもいいんでしょうし、私今でもファンタオレンジの味って大好きなので、たまには飲みますけども、だけどやっぱり子供向けっていうそういう感じは、確かにしますよね。なので、そういう先入観というかイメージがあって、あんまり大人には飲まれなくなってしまった、っていうのがあるんじゃないかなと思います。あとはまあ無果汁ですかね。無果汁なので、どうしても大人になるとその100% ジュースだとかね、まあ、炭酸飲料からだんだんと遠のいていって、果汁飲料になってくる、まあ、もちろんお酒も飲むってこともあると思いますけども、まあ、そういう意味までだんだん減ってきた、まあ、それでこの大人向けのラインっていうのを開発したと思うんですけども、これは果汁が入ってます。まあ銘柄によって違いますけども、10数%の果汁入りです。で、このオレンジの方なんですけど、オレンジの方はですね、16% の果汁が入ってるんですが、まあ、ただ単にこうオレンジ果汁を入れたということじゃなくて、皮むいた後の、まあ、中の薄皮とか、
粒とかありますよね。それももう全部丸ごと使ってますので、若干その大人向けの味がします。まあ例えばですね、甘いだけじゃなくて、若干のその苦いという味はしませんが、そういう苦味のような、雰囲気もあります。だからなんか甘いだけじゃないんですね。どちらかと言いますと、そのノンアルコールカクテルのような、雰囲気の味がしますので、まあ大人でも十分果汁入りですので、あのミットができるということですね。で、今回リニューアルしたそのプレミアグレープなんですけど、こちらはですね、別にパッケージが変わったということだけじゃなくて、中身もですね、そのブドウピューレっていうのはもともと使ってたんですけども、今ちょっと流行り始めている発酵果汁っていうのを、一部使ってまして、まあこれから多分お酒、まあ今まで発酵果汁っていうと、例えばその、乳製品、まあ、ヨーグルトみたいなね、ああいったものだとか、乳酸飲料、乳酸菌飲料とか、あっちの方が主だったんですけども、これからこの発酵果汁っていうのはちょっと流行るような気がします。おそらくお酒とかのねラインにも入ってくるんじゃないかというふうに思うんですね。だからちょっと大人向けの、果汁というふうに捉えてもいいんじゃないかと思います。まあそういったものが入っている関係上ですね、こっちも大人向けの、ただ単にこう甘ったるいグレープジュースの味だけじゃなくて、ちょっとこうロゼワイン風って言いますかね、スパークリングワインのロゼ風味、なような気もしますし、またもともとのファンタの爽やかなそういう炭酸飲料っていうのも、まあ、兼ね備えているということもありまして、なかなか面白い味です。まあ決して子供向けの味じゃないなと思いました。通常飲むならこのプレミアムラインでいいと思いますけど、まあたまにね昔を思い出して、普通のファンタグレープとかね、ファンタオレンジをこう飲んでると違いがもろに分かるというものですので、まあこれは多分期間限定とかじゃないのでずっと発売すると思うので、大人向けのラインなので、コンビニだとかスーパーだとか売ってると思いますので、ぜひ見かけたら、こっちの方は新発売なので、手に取ってみてください。非常に高品位な作りだというのが飲めばすぐ分かると思います。まあ、大人向けなのでそんなごまかしが効かないのでちゃんと別にだからといってファンタがいい加減に作ってるわけじゃなくて、それはもうね子供大好きで外国に行った時に、先ほども言いましたけども、もうねその作りの良さに驚愕するぐらいですので、そのさらに上を行くその大人のラインということで、ファンタプレミア、まあ見かけたらぜひ飲んでみてください。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。